はい。どうも、皆さん、こんにちは。<laughs> 今、起きいっていうか、さっき23時44分にね、起きて、で今ちょっといろいろもう今日投稿しなきゃってやつをぶち上げて、今もう、あの、日付またいで、今、この段階ですね。はい、どうも、お待でございます。ちょっとこの後、お風呂とか入るんだけど、まあ、うん、やっていこう。で、とりあえずね、これはいいわ。うん。可愛いの出たけど、これゲットしたってもう、話だから。うん。 で、えー、スタレが1周年を迎えたので、えー、これ <laughs>、もらいましたと。ありがとうございます、本当に。で、一応ね、このなんか、1年間どんな風だったかっていう記録みたいなのあったんですよ。ねえ、私、こんな感じですね、はい。なんか、意外となんか少なかったってイメージが多いですね、これ。まだ、あ、2000回ぐらいしか行ってないんだね、百度ねって。で、僕の知り合いで6000回言って出てきたんで、えどんだけやったのって。 <laughs> おばあちゃんってちょっとびっくりしましたねこれほんとで税レはめちゃめちゃサポートしてくれてての人ねでこの辺のね開拓力とかあと行った回数とかいろいろ開拓力消費したのはやっぱめちゃめちゃうん模擬宇宙が多いですねこれねあとトンネルもねめちゃめちゃ美味しいカダーもね違う科学か科学もめちゃめちゃ美味しい まあやっぱそれは普通こんぐらいだよねって感じしましたね。うん。2万くらい行ってる試合だけど。うん。<laughs> でも、リューチュウもなんかそんなになんか100回ぐらいしか行ってないんだよねってもうびっくりしちゃって、なんかそんなに行ってないイメージが多かったですね。はい。で、この辺の庭とかはそんなに行ってなかったんで、こんな感じですね。はい。ってのと、えー、こちらですね。今さっきちょっと <laughs>、あの、すぐ見てきたんだけど、一応僕ね、ちょっとあの、リーク <laughs> <laughs> 見しちゃって <laughs> あの、これがどんなのかちょっと、まあ分かってはいたんで、とりあえず、まあね、えっと、この主人公と、見えそう。あと、えイベント。え、これ、このイベントは知らなかったね。このイベントと、あと、公園水。ですね、これ。ギャラガーと、これ、あれ。あ、ちげえわ。これ、あれだ。多分パムがいるから、これ、何アキビリー 分か,か,かんないわえでもなんか髪の色とかだけ見るとあれだけど多分もうあのこのいなくなった開拓者かな多分うんで銀河田社伝説これね名前だけ見るとすごい僕好きですねこれね <laughs> やりたいですぜひ早くで「ブートヒルに関する全て」とかでなんかまた「金儲け」って書いてるけどまあそんなに多分金儲けではないからまあ普通にねこっちの これと近い感じではあるけど、うん、戦闘系ではあるねって、うん。で、ロビンが来ると。いや、こっちもね、ロビンもいいし、ブートヒルもね、来ると。ね、これね、映像見てね、欲しくなった人いると思うんですよ。でも、まあ、なんとか、いや、我慢したいけど、くっってちょっと耐えれるかなわかんないけど、うん、まあ、我慢できればして、ホタルに向けて貯めたいなって思います。で、ありがとうございます、本当に運営さん。 出ましたよ。ほんとに。<laughs> マジで、あの、あのジュエルで出ないって思ってたから、めちゃめちゃ嬉しかった。ねも、ちなみにもう寝落ちしたんで全然育ててないんですけど、またね、しっかり育てようと思います。いや、マジでありがとうございます。<laughs> で、えー、これは友達にもらいました。僕、これが欲しくてね、あの、くるみが欲しくてやってたんだけど、友達はね、なんか、あの、千さととタティナが欲しくてやってたんだけど、 この地里が4つぐらいと、これが2つぐらい出てきて、もうめちゃめちゃ被ってたんだよね <laughs> で。結局滝のな1個も出ずに終わってたんで、あ、残念でしたねって感じで。いつか弾いてやな、ちゃんとな。うんで。一番口のスタレも出るらしいです。なんか一周年記念で。で、タペストリーですね、これ。将軍と、えー、師匠と、大犯罪者と <laughs>、 え、あと、D 賞。このマンカップいいよね。これやっぱ、やっぱこれだよな。うん。二月マンカップになるんで、これがちょっとみんな欲しいんじゃないかなと思います。で、マルチクロス、アクリルチャーム、ラバーコースターと、イラストボードセットとかを。いや、アクリルチャームのね、技能とかも欲しいし、あ、これバーツボックです、これ。やっぱね、でも、このタペストリーもね、欲しいんでね、ぜひとも引いていきたいなと思います。はい。 で、これ、松ぼっくりですね、これ。今日、免許講師に行ったんですけど、その時に乗ったゴムと松ぼっくりです、これ。もう、ケツにぶち込む。って感じで、終わるかなさすがに、ちょっと、今日、明日は早いんで、早めに寝て、え、休もうと思います。ってことで終わります。ありがとうございました。また次回、見てくれたら嬉しいです。じゃあ、おやすみなさい。